実習はまあまあ、ためとくわ。まあ、1、2個もついてもしゃあない。あ、オリーブで実習でっていうのも面白いかもしれないけど、思いつくたびには。思いつくって言ってもそういうのはな、自我が思いついてるか、自我が、その苦しいテンションなんかね、技もかけられ、苦しんできた成果やから。そんな簡単に細胞が使ったゲームもな、悪いよな。まあ、しっかりとした形に仕立て上げてあげた方がいいかなという気がします。それは、ね。さてと、だからとは、弁論無駄なんて重要なことを、今朝のうちに聞こうかな。急いのがいいかな。急がんがいい。まあ、その間に技かけたかったら、かけるときあるやんってことは皆さんがね、だと思うしね。だけど、後にね、自分が技かけただけの人生だったら、今度技かけられることをやったら心配してしまう。これは脅迫観念の一種。自分がしてきたことをされるんじゃないか。それを防ぐことはできないけど、脅迫観念を治療することはできるんじゃないの？それがカミングアウトって言われてるんじゃないの？知らん。知ってるけど知らんわな、やっぱり究極一は。医者がどう考えてるかとか、心理学者がどう考えてるかっていうことのおいて、医者がどういう脅迫観念から医学を作り上げたかなんてわかるか。心理学者がどういう脅迫観念から心理学を作り上げたかわかるかって言ったら、案外、心理学のは書いてあるよ。それは、フロイトとかユングがどれだけの脅迫観念の持ち主だったか、暴かれてるし、彼らこそ精神病患者だったし、精神病の強い定義がなかった。まあ、うちは、ユングやフロイトは明らかに魔術師でしたよ、確かに言ってんのね。絶対あれは魔術師です。だから大丈夫やでちゃうよ。やばいよ。やばい。あれ一つの技って。技や。な。うちら人類に対して欠けてきた技ちゃう。精神学っていうのは、ユングやフロイトっていう魔術師。それを、人類に対する挑戦と見抜いて見切ったんがむしろアドラーと違う。じゃあアドラーは味方の魔術師っていうふうに捉えてみる。まあこれ世界観の一つやから面白い実験の一つとして、練習の第一回がこれにしようかな。面白いやろ。